トシチニエツ文化。西部軍と東部軍がある。南部にはコマロフ文化がある。両文化を合わせてトシチニエツコマロフ文化複合と呼ばれ、プロトスラブ人の文化と考えられている。トシチニエツ文化は中央ヨーロッパ東部から東ヨーロッパ西部、オドラ川西岸一帯からドニエプル川中流域にかけての広い地域に存続した 戦士時代文化。中心地はポーランド。紀元前1700年から紀元前1200年にかけての青銅器時代の文化。銅器時代の旧城アンフォラ文化とほぼ同じ地域で、西北端部はエルベ川でなく、より東のオドラ川となっている。東部地方では、後のチェルノレス文化に直接つながっているため、都市チニエツ文化は、 スラブ語派の社会の発展段階において、非常に重要な意味があると考えられる。一般的に、トシチニエツ文化はその南東のコマロフ文化とともに、トシチニエツコマロフ文化複合として扱われ、この文化複合は、プロトスラブ人のものと考えられている。トシチニエツ文化の遺跡は、主として、ポーランド各地、特に、クヤビポモジェ県、マオポルスカ県、マゾフシェ県、 ホドラシェ県南部などで発見されており、その他ウクライナ西部でもよく発見されている。最もよく知られた、住居遺跡は、シフィエンティクシシュ県のピンチュフ郡ズータ村とベンツワビツェ村、マオポルスカ県コツミシュフルボシッサ郡ゴシツ村、ルブリン県、アダムフ郡ボンディシェ村など。ボンディッシュ村の住居遺跡の近くのザモシチ群、ズビエシニエツ村グチュフ地区には有名なクルガンフンボが、 ある。先に挙げた、シフェンティクシシュケンピンチュフグンズータ村のスタビシュセチクと、ウッチケン、ラバグンラバマゾビエツカ町の遺跡では金や銀の装飾品をはじめとした重要な財宝が発掘された。村落は10から15個の家が集まって形成され、どれも湖のほとりにある。家の大きさは 10X5 メートルほど。混合農業で、家畜は、牛が多く、 ついで豚。聖堂とフリントの道具を使用していた。陶器には、縄目分土器文化時代の大昔から受け継いだ特徴が見られる。土層と火葬の両方の習慣があり、平坦な墓地がこの文化の特徴であると考えられていた。しかし、ビエルコポルスカ県白田ビエルコポルスカ郡ノベミャストなど、バルトン村ボリツァノバ地区ではこの文化のクルガン墳墓が、 見つかったのを契機に、他にもこの文化に属する、クルガン墳墓が発見されている。ウッチ県、シェラズグンブヤシュキ村、ウブナヤクシ地区のクルガン墳墓は土葬墓であることが分かっているが、先に挙げた、グチュフ村のクルガン墳墓は仮葬墓であった。これらは、家族墓と見られる。墳墓の中央に男性が埋葬されていることは、この文化の担い手の社会が不形成であったことを、 示している。ミエシャノビツェ文化は、ピンクの地域。18A は、南軍。18ビットは、北軍。19は、ドブレ軍。トシチニエツ文化は、中央ヨーロッパで、ナワメブ分ドキ文化から発展していた、ウーニエチツェ文化のうちの東方軍の諸地方文化のうち、ミエシャノビツェ文化、ストシジョフスカ文化、イビエンスカ文化、ドブレ軍から発展した。 ストシジョフスカ文化とイビエンスカ文化は、ミエシャノビツェ文化の北軍にまとめられる場合がある。この分類の場合、抗義のミエシャノビツェ文化は、トシチニエツ文化西部軍と同じものを指す。ポーランド中部から南東部にかけてに広く発展したトシチニエツ文化西部軍は、地理的には、西部軍はあるが、文化的には、トシチニエツ文化の中心部。これは、現在のポーランドと、 ウクライナやベラルーシの国境地帯であるブクカは中流部で東部軍と接する。この西部軍では、ウッチ市のあたりの地方から次第にコツツボボチ文化の東部軍であるルサチア文化が始まり、ポーランド一帯へ徐々に拡大していった。東部軍の広がっていた地域は北カルパチア墳墓文化とも呼ばれ、これは地域によってベログルードフ文化やコマロフ文化の段階から、 チェルノレス文化に移行したと考えられている。実際に地理的にはチェルノレス文化の社会の中心と思われる地域と一致している。すなわちポーランド一帯に広まったルサチア文化はプロトスラブ系の東方の要素とプロトゲルマン系の西方の要素を色濃く合わせ持つ独特の地方文化として発展した。このたりは現代のポーランドに至るまで 東方諸文化と、西方諸文化が常に融合する独特の地域。ABC、トゥルツォシネックカルチャー、JP、マラリー &DQ アダムズ、エンサイクロペディア・オブ・インドゥ、ヨーロピアンカルチャー、フィッツロイディア・ボーン・パブリッシャーズ、ロンドンシカゴ、1997、ノーマン・デイビーズ、ゴッツ・プレイグラウンド、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、2005。ありがとうございます。